ゴルフライターの鶴原弘隆です。今回はゴルファーに大人気のメーカーテーラーメイドのクラブをヤフーショッピングで見ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ではヤフーショッピングのトップページから、いつものように左側のスポーツ、アウトドア、ゴルフにまず行きます。はい、でここでゴルフ用品の中からもテーラーメイド入れてしまいます。するとテーラーメイドのクラブいろいろ出てきますけど、はい、ありましたね。こうショップ書いてありますけど、ここがテーラーメイドの公式オンラインショップですね。ペイペイモールの中にあります。でテーラーメイド独自がやっている公式ショップっていうのはもちろん他にあるんですけれども、そのショップがこのペイペイモールの中にも入っているというような形になってます。なんで、ここいいのはですね、ペイペイモールの中の公式ショップで購入すると、ペイペイモール独自のポイント還元がもらえたりとかっていうメリットがあるので、ヤフーショッピング普段から使っていてテーラーメイドのクラブが欲しいという人はこのペイペイモールの中の公式ストアで買う方がお得になるということは十二分にあり得るので、ちょっとチェックしてみて欲しいと思います。はい、でいろいろ見ていきたいんですけど、まずじゃあドライバーから見ていきます。はい、でですね、公式のオンラインショップだと最新の SIM2 だけじゃなくて、前作の SIM シリーズ2020年モデルもまだこのように販売されてますね。未だに大人気の SIM MAX ドライバーと、一つまあ型落ちになるので値段も安くなってます。でこれが今価格公式ストアで4万700円、送料無料、なおかつポイントもつく、そして2000円分クーポンもつくと、これ誰でも使えるクーポンなので獲得して、でさらにカートに入れて、決済するととてもお得に買えますよということですね。なんでとりあえずカートに入れておきましょうか。ちゃんと9度 10.5 度まだ選べますね。はい、9度 S ということでカートに入れます。こんな風にして購入できます。じゃあどんどん次のモデルも見ていきたいと思います。もちろん SIM2 シリーズ新しいのはあるんですけど、面白いのは今 M4 ドライバーが売ってます。テーラーメイド公式ストアでずっと2017年モデルの、もう僕も大好きな M2 シリーズをずっと販売、復刻販売という形でされ続けていたんですけど、それが今 M4 に変わってます。はい、でこちらはですね、やっぱ安いですね。3万円しない価格でドライバーも変えてしまうので、これは例えば本当にこれからゴルフ始める人だとか、でも中古じゃなくてやっぱり新品がいいななんていう人は、こういうモデルはとてもいいと思います。でちょっと簡単に性能説明しておくと、この M4 になって当時の評判ちょっと思い出すと、若干捕まらないよねっていう声も多かったように覚えています。はい、なのでどちらかというとフッカー向けだとか左のミスを嫌う人向けにはなってるんですけども、本当これからゴルフ始めるんであれば、それで球を捕まえる練習から始めるというのも、なきにしもあらずかなというふうに思います。でこれも2000円分のクーポンついてますね。はい、でシャフトは何だろうな、あ面白いですね。これ当時新製品として日本で発売されていたシャフトではなくて、フジクラのアトモスレッド、これおそらくアメリカ仕様のモデルになってると思います。でヘッドの違いは日本仕様もアメリカ仕様もこの辺りのモデルだと違いないと思います。本当にシャフトの違いだけなので、その辺り全然気
気にせずに買っちゃってもいいんじゃないかなというふうには思います。なんせこの値段なので3万円弱でこれ買えるんだったらかなりお買い得だと僕は思います。でテーラーメイドゴルファーから大人気なんですけれども、やっぱ中でもウッド系ですね、ドライバー、フェアウェイウッド、あとレスキューと呼ばれているユーティリティなんかは結構昔からテーラーメイド人気です。で僕がずっと見てきていてもやっぱテーラーメイドはウッドを作るのがとても上手なんだな、上手なメーカーだなっていうふうに個人的にはやっぱり思ってます。なんでそのあたりがゴルファーからも評価されていて、まあ、ずっと人気があるというところだと思うんですけれども、あのざっくり過去のモデルを説明しておくと、M シリーズですね。これはあのマルチマテリアルの M だったんですけど、 M シリーズになって最初に M1 と M2 というモデルが登場しました。でこの2つのシリーズで続いていくんですけれども、それが2016年、で2017年に2代目の M1、M2 が出ましたと。でその次の年ですね、2018年になると、M3 と M4 になったと。でこれ偶数と奇数で、何が違うかというとですね、その後まあ5、6っていうふうになっていくんですけど、奇数の方1、3、5は、ちょっと調整機能なんかも入っている、プロ上級者向け、というふうに一応なってます。でウェイトの調整機能なんかをなくして、ちょっとシンプルにしたモデルが偶数の2、4、6というふうになってます。僕が大好きなのはあの M2 なんですけど、実際プロがどっち使ってたかというと奇数の方が多かったという事実はあります。ただ、プロの中にも偶数の方を好んで使ってた人はやっぱりいましたし、なので、ヘッド性能的にはそこまで大きくは、偶数と奇数で変わらなかったりします。ただヘッド重量が奇数の方がちょびっとだけ重いっていう歴史はあったかな、本当ちょびっとですけどね、はい、という違いですかね。で今再販されてるのは偶数のものになるんで、もともとちょっと価格も安かったりっていうのもあって非常に買いやすい価格にはなってます。なので、昔といっても本当に数年前ですけど、プロも使っていたようなモデルが今でも安く買えるというのはとてもありがたい話なので、だからこそ人気もあるのかなと、そしてお買い得なのかなというところがあります。で M シリーズがですね、M5、M6 までになって、その次に登場したのが、SIM の SIM シリーズですね。これはですね、シェイプインモーションという、ワードの頭文字なんですけど、要は、空力性能も高めつつ、より飛ばせるようになったよというところが SIM シリーズで、 SIM シリーズが2020年に出て、で今2021年になって SIM2 シリーズが出ているというような流れになっています。とってもこのあたりのモデルはどれもいいモデルだと思いますので、ぜひ皆さん検討されてみていいかと思います。はい、でもちろん最新のテクノロジーが搭載されていて、どれが一番って言われると、SIM2 にはなるんですけども、それぞれ振りやすさの好みとか、あと形状の好みとかもありますので、一回こう中古ショップなんかに行くとですね、歴代モデルこうやって見れますからそういったところで見つつ、購入するべきモデルを自分で選んでもらえればと思います。あとドライバーで言うとですね、SIM グローレドライバーも売ってます。これはM4 ドライバーの価格を見た後だと高って思っちゃうんですけど最新のモデルなので、致し方ないところですよね。ただこちらも玉のつかまり良くて、玉も上がりやすくて、いいモデルだと思うので、値段の価値はあるかなというふうには思いますね。なんでこういったモデル、ちょっと値段の高いモデルだと余計なんですけど、やっぱりヤフーショッピングで5のつく日だとか、あと、日曜日、
安くなってたりとかするんで、まあ、そういった日を狙って買うと還元率が高くて、で高いものを買えば買うほどバッグも大きくなるので、そういった買い方を選んでしてもらえればと思います。しかしとにかく M4 はやっぱりお買い得で安いですね。ちょっと M4 他にも見たいんで、フェアウェイウッドとかもちょっと見ていきましょうかね。で僕は本当に M2 ラバーなので、2017年モデルフェアウェイウッドも実は大好きでした。でこの M4 になって何が変わったかというと、実はヘッド形状は M2 時代からそんなに変わってはないですね。はい。でただデザインがちょっと変わったかなと。こういう M2 はこう白と黒のコンビになってたんですけれども、 M4 はちょっとグレーっぽい色と黒のコンビになってたりとか、ちょっと見え方が変わってるっていう部分あるんですけど、今使ってもかなり飛ばせるフェアウェイウッドだと思うので、これ 16,500 円はかなり値打ちあると思います。はい。でとりあえずこれ買って何だったらもうリシャフトして使ってもいいかもしれないですね。はい。こういったお得なモデルもあるので、ぜひその辺もチェックしてもらえればと思います。 M4 はフェアウェイウッドもカートに入れておくということで、はい。あ、でもね3番ウッドがもうないかな。でも5番ウッドだけでもとりあえずカートに入れておくというところですね。M4 シリーズコーナーも今設けられてますね。これ年代でいうと新製品登場時期は2018年モデルになるかな。なので、3年前になります。まあまあ全然3年ぐらい前のモデルだったらまだまだ現役でいけちゃうよっていうところだと思いますね。レスキューもまだ在庫ありますね。ユーティリティもまだ在庫があります。でユーティに関しては、M2 からそこまで変わってなかったと思いますね。フェアウェイウッドユーティに関しては M2、M4 でそこまで差なかったと思うんで、全然これ買っちゃっていいと思います。フェアウェイウッドに比べるとユーティリティはちょっと球捕まえやすいタイプにはなってたと思うので、割と誰にでも使いやすいモデルになってます。なんでこれもカートに入れちゃいましょう。まあ、ロフトとりあえず22度、4番相当あたりが使いやすいかなと思います。もう M4 シリーズとりあえずこれを全部買っちゃってもいいかもしれないですね。はい。だったらもうアイアンも見ていっちゃいましょうか。 M4 アイアン、ああセットでありますね、6本セット。はい。もうこのあたりの、M シリーズのモデルからとにかく曲がりづらいっていうのが特徴です。本当曲がりづらさのアイアンでいうと、もうピンのアイアンを思い浮かべる方も多いと思うんですけど、それに引けを取らない球の曲がりづらさはこの M シリーズのアイアン持っているので、本当これからゴルフを始める人とか、もう簡単にとにかくアイアンまっすぐ飛ばしたいという人にはいいモデルだと思いますので、5番からピッチングエッジ、Sフレックス、カーボン、これもカートに入れちゃいましょう。はい。とりあえずこれあれば、これだけあればゴルフ十分進められちゃう感じかもしれないですね。なんでお父さんが息子さんにゴルフクラブをプレゼントするなんてのもこういうのありかもしれません。ではついでにですね、
このテーラーメイド公式ショップにはない過去の M シリーズもちょっと見ていきたいと思います。本当僕は M2 ラバーなので、 M2 がなくなってしまったのが結構残念なんですけど、では僕が大好きな M2 ドライバー、やっぱり気になっちゃうのでしつこく探してみたいと思います。M2 ドライバー出てきました。まあ今になるとやっぱり中古品にはなってしまいますね。けど安いですね。本当僕もう一本買おうかなって思っちゃいます。何本持ってんだって話ですけど、はい。まあ、気になる人はこういった中から、状態のいいものを選んで買ってもらえればと思います。はい、本当に M2 はいいモデルだと思いますね。はい、ちょっと他も気になると思うので、 M4 は公式ショップでも売ってるけれど、その後というと偶数でいうと M6 ですね。 M6 ドライバー、M6 ドライバーは2019年のモデルですね。で、新品ではもうさすがにあんま残ってなくて、残っててもレディースのモデルになってるみたいです。まあ、欲しい人だとこういった中古になりますね。はい、でこれは M5 と、同時期に出たモデルなんですけれども、 M5 は、ウェイトスライドできるような調整機能がついていると。で、M6 は調整機能、ウェイトはないんですけど、M5 と M6 の時代から新搭載されたのが、スピードインジェクションという、テクノロジーになります。もうプロが使っているのと同じぐらいの、ルールギリギリのフェース反発性能を持っているよというのが特徴ですね。なんでそこに魅力を感じる人はこのM6 あたりが、まあ、ちょっとお値頃感が出てていいかもしれないですね。ただまあ中古でしかないので、テーラーメイド公式ショップで今の M4 がなくなったら、ひょっとすると1年後2年後ぐらいにはまた M6 が再販されている可能性もなきにしもあらずかもしれないですね。はい、でヤフーショッピング内で、モデルごとに検索するとですね、まあ、当然その中にテーラーメイドの公式ストアもあるし、大手量販店もあるし、大手の中古ショップもあるし、そういった中から選べるようになっていますので、いろんなショップの中から中古だったら状態を見たりとか、あと新品だったら値段をこうどっちが安いか見てみたりとかしながら購入してみてもらえればと思います。